はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、よし、ちょっと今日はね、朝一番、今ね8時11分です。月曜日で、でね、トリップウィン TC01 ね、これね、一晩中エイジングしました。まあ厳密に言うと寝落ちしたね。で、おじいの頭の下敷きになってたんだけど、ずっと音楽鳴りっぱなし。今回もエンドレスにしてたからね、うん、で、ずっと。それで一発目にね、朝一発目に今、顔洗ってね、戻ってきて、寒いの今日で、一発目に音、エイジング、結構いってるなと思って音出っぱなしだし、で、聞いたら音がすっごいしょぼかったの。えと思って、こんな音聞いてたのと思って、で、なんかちょっとブー、あれと思って、これ何の音と思って、なんかアプリ起動してると思って、アプリ何も起動してないんだよ、再生するやつしか。で、あれと思って、で、全部オフになくしたらボーってノイズが消えたんだよ、ボーって。で、またキョンキョン再生するとボーってノイズが言って、で、音しょぼいの、なんだこれみたいな。で、あ、もしかしてと思って、もしかしてと思って、音もちっちゃかったんだよ。で、もしかしてと思って再起動したの、端末を。そしたら復活した。いや、このね、端末は定期的に再起動しないと調子が悪くもなるもんなんだけども、ちょっと久しぶりだったね。そういえばこのシャオミあんまり再起動してなかったなと思って、で、あーと思って、寝てる間からずっとエイジングしてる間に、なんかあれなんだね、もうずっと使ってて、なんかあったんだろうね、きっとね、メモリーかなんかね、どっからの石が出てくるんだろう、ボーっていうね、ノイズがずっと出て、ボーっていう、びっくりしちゃったよ、本当。うんと思って、ここぐる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 ってやってて消えないんだよ、それでも。おーと思ってさ、昨日聞いてたのこの音と思って、おーと思ってね、ちょっとびっくりしちゃった。寒いなすごい寒いな。それで10時間エイジング、あ、そう、あとね、1個注意事項があるんだよね。ちょっと待って、あー寒いよ寒いじゃん、できない。で、今これ終わってからにしようかなと思ったけど、あー強いジジイの見ろ強いジジイの見ろ、ヒュヒュヒュ、あー寒いよ、あーもう冬になってしまうんだ、嫌だな。もう一回、もう一回 U ターンして戻ってほしいな。おじいは夏が好き、懐かしき、よし、よし、うん、見ろ、ね、今年の春から安定供給してます、うん、ココアにしようかなってね、去年まではなんか森永ココアとかね、ココア買ってたんだけど、なんかやっぱね、ミロの方がね、美味しいんだよね、なんか。よし、おー、すぐ沸くし。ね、ガラスのケトルはいいね。あ、そういえばそうだ、ケトルがね、また近々やってくるんだよね。結構これすごいロングランでずっと売れてるんだよ、これ。おじいがほらティファールでえらい目にあったからさ、ずっと粉飲んでたからさ、これすごいいいんだよね。で、動画が結構なんかヒットしてて、結構売れるんだよ、定期的にね。そしたら検索でヒットしたみたいで、ね、お声がかかったので、ね、近々までやっていきます、ね、また別のものを紹介したいと思います。あ、ちょっと一口飲まして、
寒いよ。ミロ美味しい。牛乳入れなくても美味しい。だって牛乳買ってきたって、温めて入れなきゃなんないでしょ。めんどくさいしね。洗わなきゃなんないしね。そもそも牛乳が嫌い。それで、一つ重大な注意事項とまではいかないかもしれないんだけど、これね、まあ端末の再起動で、音がちっちゃいとかこもってるとか、ブーっていうのは治ったんだけど、これね、こうやってピョってこう引っ掛けて、こうやって浮いてる状態、まあ浮いてる状態で使う人はいないと思うんだけど、絶対気持ち悪いから、これこうしてこうしてちゃんとはめない状態で、隙間がある状態でちょっとこう引っ掛けてる状態で、もう何も密閉でも何もない状態で聞いてると、なんていうの、本来のこの呼び方なんだっけね、ボタン乗っけてるような感じの、なんかこう浮いてくるような、あるじゃん、インナー型イヤホンだ、そうインナー型ね。通常だったらボタンみたいのをポンってこう無理やり入れから耳痛くて入んねえよっていうのが結構多いんだけど、あれのファンの方って結構いるんだよ。でああいうファンの方、これもね、浮いた状態で使うと浮いて聞こえるんだけど、浮いてるとね結構シャリシャリするんだよね。でこの程よい浮き具合で使ってると、レコード聴いてる感じになるんだよ、ほんと。で昨日おじい、浮いて聞いてたんだよね。いやそんなことないんだけど、おじいちゃんと これがいいんだよって、最後こうして押し込んでるからね、これね。でこのこうやってはめた時に、ただこうしてこうやってはめただけの状態だと、ちょっとここね、やっぱね、もう感覚で分かる、あ隙間があるなっていう、ちゃんとこうはめても、あ隙間があるなってなるから、グッって押し込む。そうすると、あ入ったって感じするんだよ。これが重要で、一回か指でこう押し込むと、もうなんていうの、完全に自分の声が骨伝導になるから、この密閉感は最強でね。改めてこのイヤホンの音質がねいいとかそういうのではなくて、このイヤホンのこのフィット感がものすごい気に入った、やっぱり気に入った、これすごくいい、このフィット感。言葉で説明するのはもうすごく大変です。この大きさとこの形状のこのフィット感がものすごくいいです。いやおじいは気に入った、で届いた方のそこんとこね、ちょっと聞きたいんだよ、このフィット感どうっていうの。耳って人によってほら形が違うじゃんね。でもこれ押し込んでキュッて入るタイプなんで、いやこんなにうまく作ってる形状ってあるんだなと思って。でまあここら辺はねすごいでっかいしでね、大体のねイヤホンってちょっとこうしてね、こう丸くっていうか、まあ程よくして、その大の耳で前よりこう押し込んでねみたいな感じで作るのは、まあ大体当たり前の技術だと思うんだけど、このねこの大きさと この平べったさっていうのかな、だからこれ全然さ、これ近くで見てみて、そういう単純な技術の形状で合わせようっていう気持ちがさらさらないんだよこれ。あこれピントが合わないかなった。これピントが合わないカメラなんだよこれ。もうね、ほんと V360 じゃないと。これほら、そんなに頑張ってないでしょこれ。
全然頑張ってないでしょ。頑張ってないのにフィットするって何なんだろうと思って、だからいろんな人の耳に合わせるためにはやっぱりこうなんていうのかな、だんだんニヨーンってこう回るか、当たり障りなくアナログみたいな感じでこう大きさを変えて、あガリバーのトンネルみたいな、ドラえもんで言ったらああいう感じで作るんだな。だからトライアイ3なんてこんなんでっかいしね、ほんとね。トライアイ3はね、これはね、トライアイ3はね、でっけえなーって感じするよ、ほんとすごいでっけえなーって感じする。で唯一形状でねちょっとあの近いかなって思ったのが、この形状に近いなと思ったのがこれなんだよ。TRL の V6 ってやつなんだけど、これね。で、まあやっぱりこうちょっとこうさりげなく頑張ってやるんだけど、この形、これでもねまだ厚みがあるんだけど、でもなんかねこの形状っていうか、このやりたいことはあこれなのかなっていうのがねちょっとこう伝わってくるんだよ。でこれはね、これもねここに入るんだけど、ちょっとね大きいのよ。ここのとこね、これ飛び出てるんだよ、これぐらいで出っ張ってるのがあって、完全にこのフラットにならないとか出っ張ってるんだよ。でちょっと大きくて、どっちかっていうとここの部分がグッとこう入ってロックするみたいなね。うん、これねちょっと近いんだけど、これをクッとうまい具合にサイズダウンして、ここに頼らないでなんかここでフィットする感じで作ったのがこれなんだよ。すげえなーと思って、うん、やっぱ似たのがねこの VX なんだけど、もう他はだってもうみんなだってほらもうこれがトライアイ4なんだけど、形状がもうみんな大きいし頑張っちゃってるし、これが新ハイファイなんだけどね、新ハイファイはちょっと小型なんだけど、形状がねやっぱどうしてもこう丸みを帯びてる方なんで、これどっちだこうか、ほら新ハイファイもうほらここ周りここもあのすごい出っ張って、ここは冬入ってるんだけど、ここが出っ張ってるデザインなんだよね、ここがね、こうでしょ。でこう比較してみようか、ちょっと待って、よいしょ、朝からこれとずっと音の聞き比べやってたんでこれ邪魔、よいしょ、一回耳リセットしないとと思ってね、これとずっと比べしたんだよ音、うん、ほらこう全然違うでしょ、ほらここがこうみんな他のこう出っ張るじゃん、こうあ大きいし、こだって耳のここがほら全然ここから引っ込んだところにあるでしょ、全然違うでこう すっぱり入ってんだこれ、だ これがスポッと入ってるから蓋をしてるって感じなんだよ。で VX は丸いのでポンって入ってるなっていうか、だから蓋がぴっちりとしてるようなしないようなって感じなんだよ。なんかこれねすごいなと思った、うん、まずはそこからねじっくりと味わってほしいと思います、おじいはね。なのでね、このこうグッと付け方ですごい密閉感があって、で今までの経験だとグッと押し付けて密閉感をすごい高くすると低音がドスンドスンくるんだけど、あのその分ちょっと中音高音が犠牲になるんだけどね、そこがね犠牲にならないのがこのイヤホンのいいとこなんだよ。でエイジングですごい激変したっていうか、
端末の状態だったのかどうかわからないんだけど、いい意味でこの10時間超えたこのエイジングで整った、磨きがかかったとか仕上がったで、昨日一発目聞いた時に「アナログ感の高音のこう聞く人によってはシャリってんじゃないか」みたいな、でシャリる一個手前のやつでバーッと飛び散ってるみたいな、あれがねもっとこう細かくなって落ち着いた、たどり着くのにたどり着いたのかなっていうね、うん、だまだクリープ入れてかき混ぜる前の状態っていうかね、なんかパッパッパッてかけてなんかまだ馴染んでなかったのかなみたいなね、そんな感じだったのかなと思って、で改めて朝びっくりしたんで、本当シャギドシャガの時ってで、なんていうのこう、うるさいっていうかシャワシャワ感っていうか、あれを求めてる人がいたら あれ消えちゃったなと思って、で改めて普通に聞いてて普通にいい音だったんで、ん?と思って、で音って結構一発目入ってくると脳がなんか寝てるからなんかうまく判断できないんだよ。で別のやつを聞くとよく分かるんで、でこれずっと特会引っかいしてたの。そしたらやっぱりこの TC01 聞いてからこっち聞くとあんなに整ってたのに、こっちはなんかやっぱ高音っていうかこうささくれてる感じがしてね、シャリシャリと。なのであーと思って、これだけ聞いてるとわからないんだけど、すごい整ったなと思って、でハイブリッドのワンダイナミックドライバーでしょ、一発なんだけど、それだけに妙なこう継ぎ足し感がないっていうか、なんか妙なアンバランス感がないっていうか、ちゃんとなんていうのこう、違和感のない空間になってるんだよこれね、すごく。で低音のねこうドスンドスンのではなくて、おじい好みのこうなんか、ドゥンドゥンっていうのかな、それが結構ちょっとこう細めでたキョンキョンのねアルバムって手を結構組んでよ、特にマイファンタジーはね結構なんていうのドラムみたいな、バチドラムっていうのを、なんか楽器の名前知らないんだけど、あれがねすごいもうドゥンドゥン来るんだよこれでもかっていうぐらいもう今日もう赤いリーラの花みたいな、そこのピッポピッポピッポのとこなんかもうドン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 ってなんかすごいでっけえから、あれがねすごいでっかいのを聞いてるから、そういうのだと結構でっかく来るんだけど、でも他のやつで聞くともっと太く低音のそのドンドンドンっていうのが太く来たりとか、こういう感じで来たり、ここでドンドンって来たりするんだけど、これの場合ってな細くジョンジョンってこジョンってこう来るんで、他の楽器の邪魔しないっていうか、ここでこう鳴ってる音がちゃんとなんていうのこう被らないっていうかね、そういう鳴り方してるんだよ。珍しいな。だから本当にそんな形はないんだけど、なんかドゥン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 ってきてるから、なんでもワンダイナミックドライバーでここで独立してるのかあまりよく分かんないけど、でもここでこうキレキレ鳴ってるのがね邪魔しないんだよね。で逆にこういうのはすごいはっきりくっきり前に来てるんだけど、混じってるんだよ、混じってる、そこがね大きな違いなんだよ、混じってる。
で不快な音ではないんだけど、この音が出たこの反響のホワーンっていうのがもう波紋と波紋がこうくっついたような感じなんだね。こっちを聞いてからこっちを比べると、で、こっちだとその波紋同士がぶつからないというか、波紋自体がもう短くポンって出てパンって消えるって感じなんで、だから重ならないみたいなね。だからその音がこの音がしっかり聞こえてこの音もしっかり聞こえてっていうのはそこの違いなのかなって感じがするんだよ。まあ、本当表現難しいんだけどいい音なんだよね。これね、で、聞く音楽によって全然違うし、プライムビデオとかああいうのだと音しょぼいし、やっぱり自炊したCD から撮った音を聞くとやっぱり違うし、で同じやつでもめんどくさいから聞いてた Amazon プライムで聞いたやつも自分で自炊したやつと入れ替えて聞いてみると全然違うんだよ。中島みゆきとか音全然違う。やっぱりね、あ、自分で取り込んだ音すげえいいなと思ってすごい激変するね。なんて言ったかな、とりあえず聞きたい音、低音は低音の楽器の音が出すぎず少なすぎずちゃんと出ていて、でなるべくボーカルの声ははっきりとくっきりと聞きたい、何を歌ってるのか歌詞がしっかりと聞き取れるぐらい聞きたい、でもキンキンしたりシャリシャリしてるのは嫌だっていう。で高音の音も大好きだからね、高音の楽器を聴きたいんだけど、でも響きすぎるとだんだん不快になってきて疲れるっていうね。でこれね、ほんと疲れないよこれね。で疲れないイヤホンっていうとやっぱりおじいが一番最初に感じたイヤホンっていうのはやっぱりこのトライアイフォーなんだよ。疲れないで、ツヤがあって滑らかでっていうね。この時は衝撃だったんだよね。本当真空管のアンプで音聞いてるみたいみたいな、そんな感じだったんだけど、で、まあ、こういう甘さの表現っていうのはない。やっぱこれはやっぱね、これの特徴なんだよね本当。でケーブルでねすごい違うなと思って、本当だ。昨日銅のリケーブルしたじゃんね。そしたらもうなんかこうかもなく不可もなくいい音になっちゃって、なんていうかな、面白くない音になっちゃったんだよ。音はいいんだよ、音はすごく良くなったんだけど、なんか何にも飛び出たところがない、なんかすまない音になっちゃったんだよ。でもそれがなんか空気みたいな感じのちゃんとした音なのかもしれないけど、でおじい戻しちゃったよね。なのでまあそのいい音は聞いたことがあるからいいんだけど、もうちょっとね、もうちょっとなんか元気の良さを求めたいっていうね、そんな感じだったんだこれね。だ残念ながらね、本当昨日変換してこっちのケーブル使ってみたかったけど、どっちかプラスとマイナスが入れ替わると全然音がね変になっちゃうと思うから、そこまでの違いだったらあって逆に戻せばいいけど、微妙な違いだと分かんないでよ本当に。で過去に何かのやつって過去で一回あったんだよね。私プラスマイナス逆になってるっつってね、っつってね、あったんだよ。本当微妙な違いだとね、あんまよく分かんないのがあるんだよとね。まあ、これは改めてね、楽しいな、この形状がすごいし、あとイヤーピースを変えてない、まだで、これをね、イヤーピースをおじいのお気に入りのね、
ニュービーにしたらどうなるのかな、ね、それをちょっと今からやってみようかなっていうね。でね、おじいが寝てる間にコメントがね、来ておりました。はい、キャスターさんからね、キャスター新聞さんからね、ほんとおじいの動画、ほんと本格的にスタートして以来だよね、ほんとね、ずっと長いお付き合いだね、ほんとね、キャスターさんね、うん、トリップウィン TC01 ポチりました、ありますね、0.78mm 2ピンコネクターの銀ケーブルありますのでリケーブルします。久しぶりのワンディディのイヤホンですので火曜日到着楽しみにしてますってことでね。でおじいははって思ったんだけど、キャスターさんがここで 0.78mm っていうこのミリまで書いてくれてあったっていう、あーそう言われればケーブルって何ミリって書いてあったなと思って、あーと思って、でもしかしてなんだけどこの何ミリっていうのもすごい重要な要素だよね、あの普通に単純に考えてみると。でおじいの頭の中ではこの何ミリって電気みたい、電気信号だから太ければ太いほど、だから要は1車線よりも2車線、2車線よりも4車線、太ければ太いほど渋滞にならないからすげえいいだろうなって思ったんだけど、逆にシコシコでもあれなのかなと思って、でもしかしてなんだけど昨日おじいがあれでリケーブルしてね、あって思ったのはこれでも、これでもそんなに太くないよね、これね、これそんなに太くないよな、これこれじゃなかったか、あでも青に入ってるからな、これだよね、おじきのリケーブル使って、そんなに太くないの、これで、ね、よく見るとこっちの方が全然太い感じするよね、なんかね、うん、それなのかな、何ミリで違うのかなと思ったけど、こうやって見るとそうじゃないね、やっぱ材質だね、これね、うん、銅と金とか銀とかね、ミックスとかいろいろあるけれど、ね、ちょっとねキャスターさんのこのリケーブルしたやつ、多分1日ぐらいいじめしてからねやると思うんだけど、ちょっと楽しみだね、これね、銀ケーブル、結構でもしっかりと聞けるからね、銀ケーブルの特性って本当結構高音質に聞けるのが銀じゃないかなと思うけど、でも相性だよね、やっぱりね、最終的にはね、うん、でこれに銀ケーブルつけたったらどうなるのかなと思って、もっとあれかな、どうなっちゃうのかな、うん、まあ、ちょっとねおじいも試してみたい、うん、ね、こんなケーブル出ても結構いい音出てるんだよな、不思議だね、分かんない、本当になんか考えれば考えるほど分かんなくなってくる、これでも十分音がいいじゃんっていう、で十分音がいいから他に余計なこと考えなければすごい満足なんだよ、でもこれと同じようにね、リケーブルをしないでこれ聞いてれば、まあ、幸せなんだよ、普通に、おお2000ってこの音じゃん、すげえなってね、って5、6千の音だよねこれってね、いやいい買い物したななんだけど、で1800円でケーブルリケーブルすると、あーすげえ買ったっつって、いやもう戻れねえなーっつってなっちゃうじゃん、だから知らなければいいのに知っちゃうとっていうのがあるんだよね、知っちゃうと戻れないし、で知っちゃうと教えたくなっちゃうよね、あ今持ってるそれね、あとこれケーブル変えるとすげえ曲げるよって言いたくなっちゃうんだよ、なんか本当もう、あもったいないもったいない、リケーブルしたらすごいよもったいないよみたいなね、そんな言いたくなっちゃうんだよ、なんとなく、なんとなくわかる、車で言ったらね、普通になんだろうね、普通にカローラ乗っててね、であ
それ足場にちょっと固めてね、あのポテンシャル履くと、いや結構いいグリップしたのガーンっていけるぜみたいな感じでね、あーなんかもったいないな、不思議ってうにゃーってやってまで、あーってね、いいポテンシャル持ってんだけどな、ちょっと借りだけでいい走りいくぜってね、あれなんじゃんそういうのって、そんな感じなんだよね。これし、あの音の世界ってね、実際に聞かないとわからないし、実際に聞いたら、店頭で聞いたらあって初めてわかるものだからね。どんなにね、そのオタクの雑誌を見てて、オタクの人がオタクなこと書いてあって、でそこで伝わって買うっていうのはすごいことなんだよ本当に。で、あの、まあ、ごめんね、同じことだけど、おじいの動画見て、おじいが聞いてて、ああいいよとしても、本当はあの個人の好みの差はあるだろうし、あの最初の環境もあるし、音の差もあるし、あの本当にね、実際に聞いてねえのに、あの動画見て買うっていうのはね、チャレンジャーなんで、やっぱり、本当に。ね、だ2000円だったら冒険できるかなとかね、あのそういうのはあるかもしれないけど、でも2000円でも100円ショップで売ってるような、最近の100円ショップ聞いたことないけど、あのダイソー行くとかっこいいんだね、見た目がね、あの弾丸みたいな形ですごいかっこいいのが売ってるんだよ、100円なんだけど見た目もかっこいいし、これが100円なのって思うようなイヤホン、すげえカラフルにダイソー並んでるんだよ。まあ音は分かんないけど、で音がしょぼかったら、あおじいにやられたーってか、あの言うかもね、言われちゃうかもしれないけど、でも2000円だったらいいやって思って買うんだけど、実際にじゃあ2000円騙されたら悔しいでしょすごくあ2000円だからちょっと衝動買いでって思うけど、で本当にうわうわおじいってか、くっそしょぼい音じゃんって言ったら、くそって思わない？おじいはね、そう思うんだよ。本当ね、おじい、あのね、この端末がね、安いとかってね、最初ね、中見ててふーんっつってね、であの半年契約が必要だけど、まあでもまあ1万円ぐらいなのかと思ってね、で、あいいよって言いながらね、で、まあそれぐらいだったらなんてね、その時はあのああま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 あ1万ぐらいなんだったらと思って、まあ、全体的で、まあ、会社も使えて、うんじゃあって買ったけど、あまりにもあのしょぼいし使い物にならないっていうね、くそって思ったもんね、ほんとあのずーっとここにしこり残ったからやられたっていうのがね、まあ買ったのはあの自分の判断なんだけどクソって思ったのねあるよね、あるよね、そういうのってね、本当。なのでね、まあ、その原点があるからね、あの、で、あと皆さんにお伝えはしてないものが結構いっぱいあるんだけど、結構あの出品者さんといっぱいバトルしてるんで、本当すごいバトルしてるよ、いっぱい、でもいいものにしてほしいっていうのと、あと隠せとかね、そこカットしろとか、そういう指示が後から来るって、あのだから、あただでやっててよかったなって、こっちもね、お金もらってやってたらそれやんなきゃなんないけど、あのただでレビューでやってるからですね、レビューだからそれできねえよってね、あのもうこのまんま出しかあのやめるかどっちかにしてくれよってね、あの強く言えるんだけど、まあそういうのがあるからね。これあのエレショーですよって、これとかもう何にも言わないよ、本当に全部お任せって感じでね、みんなお任せ、ね、まあ改めてね、本当あのキャスターさんがね、お宅のキャスターさんがねポチったってことなんでね、本当、まあ逆にある意味あれだな、あのキャスターさんとかね、ポロって出てきてね、あ久しぶりにポチったってね、なってしまうようなものがここに来たんだなと思うとね、それかね、やっぱなんかこう魅力があるんだろうね、このページを見てね、なんかこういうのを見たってね、だって分かんねえもん、おじいね、
まあそんな感じ。でも昨日のあの一発目聞いた時と違って整ってんだよ。であと耳のエイジングっておじい言うけど慣れってのがあるんだよ。慣れ、うわーでっけー、どこ見たらいいか分かんない、目が疲れるなんてね、あの最初のみんなそうだったと思うけど、でもなもう当たり前になったでしょ。42歳にしって普通でしょ。これと同じでもういあの一発目ってすごいんだよ。慣れる前、今までにないものが入ってきた時の衝撃って脳がビンビン来るんだよ。だからこそおじいは開封もガチ開封なんだよね。他の人みたいにもう事前調査したりとかね全くやらないんだよね。本当ね、そんな感じですね。いや本当ね、キャスターさんがねポチるってことはね、おおちょっとどうなんだろうってこう見に行くわけだし、何かしらなんか魅力的ななんかページになんかあったのかもしれないし、でもその割にはね、この紹介ページってイヤホンのページってまあシピッパ載ってるけども、あんまりなんかこうほらこういうウォッチだとかさ、なんかあれみたいにこう大げさにっていうか、これがこうでねあるねみたいな、ああいうしつこいものってあんまないんだよね。最低限なものだけをポンポンってこう出してるだけで、逆にそこがあれなのかな、そそるのかもしれないね。うんと、いやキャスターさんがね、ポチリに至った、どこにうずいたのかそこが知りたい、本当ね。ああ、でもこれね、朝一発目からでもずっと聞いてて、やっぱいいよすごく。ただ音ってね、そこの世界に入り込むといい音になってくってものもあるんだよ。つけた瞬間はいいイヤホンってね、ヘッドホンもそうなんだけど、つけた瞬間なんか眠ったい、でもつけてその中に入ると心地がいいっていう、まあ、これが分かるようになるまで、これが分かる、真空管のアンプ聞くと分かると思うんだけどね、それがね。よくたまに何ていうの、デジタルアンプと真空管のアンプとの比較で、真空管はなんか眠いっていうこもってるような感じがするって表現してる人がいるんだよ。結構多いんだよそういう表現してるので、真空管のアンプとってこもってるっていう表現になるのあれと思って、って。でもちゃんと低音高の調整もできるしね、キンキンするまでもできるし、こもってるかと思って、で逆に低音も高音も調整ができないアンプあるじゃん、マンハッタンとかで、ああいうのでもともとちょっと高音質なんだけど、もともとなんていうの、レコードとか聞いてるともともと今の音で言ったら高音質寄りなんだよね、どっちかっていうとシャリシャリ気味なんで、逆にああデフォの音かなーって感じがしたんだけどね、おじが最初聞いた時は。でもあれを聞いててこもってるかな、こもりかなっていう、なんかちょっと眠ったいなって思ったのは確かなんだけど、最初眠ったい、でも聞いてるうちになんかすごい心地よくて包まれて、で真空管独自のその艶があるんだよね、みずみずしさがね。なもんで艶があって鳴り方が違うん でそこがすごいカバーされるっていうか、逆に研ぎ澄まされすぎちゃうと艶を表現した時に耳にキーンってくるんじゃないかなっていう、だその甘さと艶やかさがちょうどいい表現がで、コンビになってるのが真空管通した音かなって感じがしてね、おじいはすごい好きなんだよ。で相葉山さんの T5 ね、なんだっけ、チューブ T5 ってのがあって気に入ってたんだけど、
壊れちゃってね、液晶が出なくなっちゃって、で出品者さんに連絡したら、液晶のとこ今度緩んだかもしんねえから分解できるって言ってね、またと思って、分解はできるけど元に戻せねえだけだからね、おじいの場合なので、相山さんいつもさ、相山さんから来るものって大体壊れてるものとかね、なんか訳あり品とか多分来るんだけど、修理にチャレンジはするんだけど、ちゃんと修理ができたものってないんだよ本当。なのでね、自信はないんだよおじいは。もうで判断するにしてもう大変だから、もうちゃんと合わないじゃんピントが、もう分かんないんだよ。もう若い頃みたいにこうピシャッとこう止まんないし、もうあーってなって、もう目もボケてるし、あーってなってから判断できないよ本当ね。なのでね、ちょっと無理だなと思って、でその相川さんの T5 っていうのがすっげえクリアでね、本当真空管のアップなんだけども、その真空管の甘さ取っ払っちゃったような、ただ研ぎ澄ました感じで、なんだこりゃみたいな、ね、真空管なのにデジタルおかしいでしょ、なんかデジタルなのにアナログっぽさを求めたのが真空管のアンプなのに、真空管アンプなのにデジタルですよ真空管アンプって珍しいですよ逆に。なのでね、それと似たようなのがノブシャントさんにもあるんだよ実はね、本当。でまあそれがね、どっちの音で聞いた方がって言った場合に、やっぱりP1 で聞いた方が音はワングレード上なんだよね。で T5 のクリアさっていうのはP1 ではもう表現できない、無理再現できない、クリアさがすっごい違うからね。そんなアンプ、ただアンプね、アンプも今安くなったからいいよね。昔はアンプなんていうとね、本当6万円とか8万円とかね、いいのは何十万円、気軽に比較なんてできないよね今だって。1万円以下でアンプポンポンって買って比較できる時代だからね、すごい時代になったよ。で昔の時代の10万円とか20万円って今の時代で言ったら本当に 2,3 倍ぐらいするでしょ、当時の、ね、値段だと。だからそれだけ今ものすごい安くなったんだね、技術もどんどん進化してるし。でもう今回この2000円の音これ聞いたのと、今回これが5000円でしょ。でこの音を聞いてもう明らかに確信したことは、完全に有線イヤホン、中華イヤホンね、中華の有線イヤホンのクオリティが大幅に底上げしたね、これね。すごい変わったね。だから昔の同じ中華イヤホンでも、もうこの2000円のこの音っていうのが、昔の中華イヤホンのやっぱり4000円とかね、倍ぐらいはしてたものだと思うし、今のこの中華イヤホンで5000円の音って明らかにこれ倍ぐらいは絶対するんだよ。で日本のメーカーで買ったら本当、これソニーで買ったら本当ね、もうすげえだけだろうなって思うぐらいの音だからね、あとケチをつけるとしたらどこがあるんだろうな、もうわからない。今んとこねケチを探してるけども、ちょっとわからない、わかんない、ね、なのでそのケチを探すために今日もずっと聞き続けます。ただねこれうずいちゃってね、早く開けたくなっちゃったってことで、ね、この2ケーブル早く開けてみてえなっていうね。本当ねメーカーが同じだから、これ開けてとっかいいかい楽しみたいなと思ったら、アンプを用意しなきゃならないからね。はい、そんな感じでね終わりたいと思います。キャスターさんね、ありがとうございます。火曜日到着したらね楽しんでください。で多分エイジング大事、
本当にエイジ君は初っ端聞いた時の音とエイジ君声だとすげえ違うからね。これ結構エイジ君すごいかなり大きく出るんじゃないかな、これ結構ね。であと何で聞くか分かんないけど、こういう端末が絡むんだったら、あの再起動しとこう、最初で一発目ね。うっかり間違うとあのノイズが乗ったりとか、音がしたかったり変な音になるから一発再起動しよう。おじ初めての経験だったよ本当。はい、そんな感じでね、朝一発目の10時間エイジングした感想でございました、ね。もう耳が慣れちゃったんで、もうびっくりするようなインパクトさみたいなのはなくなったけど、いい音、もう耳がいい音に慣れちゃったんで、だいい音って感じない、もう当たり前の音になっちゃったんだけど、改めて違うものを聞くと、ああこっちがいい音なんだなっていう、そういう感じ方に今なっちゃってる。これみんな、他の人もみんな同じだと思うよ、本当に同じだと思うよ。どんな便利な、あこれ便利って使っても当たり前になっちゃうじゃん、それが。それと全く同じなんだよ。音ってね、人間の脳のこの、この感覚の判断とかを記憶処理っていうの優秀なんだなと思った、おじいは。すごく。いつもそう思うんだよ、ね。だからもう一晩経ってこれずっと聞いてたんで、もうこれが脳にインプットされた、本当に、ね。そんな感じです。これが悪いことでは何もないよ。こっちを聞かないで、これを聞かないで、普通にこれ聞いてると、おお、もう音もでっけえし迫力もあるし、もうガンガンクリアに来るから、もうこっちなんか火じゃないぐらいね、ガンガン来るんで、おおいいじゃんってなる、ね。こっちは紳士ね、紳士的に音がやっていきます、ね。まあ、その違いかな、これがね。だこっちを聞かなければ十分こっちで、ね、満足で、もう他のものはもう見ない、聞かない、これが一番いいね、これね。はい、そんな感じで終わりたいと思います。10時間エイジングの一言でした。長え長え、ね。で他の方も到着した方ね、どっちの方がねポチってる人多いかなっていうと、ここまでのお話をしてきたけども、でもやっぱね、最新でも こっちポチる、あこっちじゃないや、こっちポチる方の方が多いかな。本当今回有線イヤホンなんで、ワイヤレスイヤホンだとすげえボコボコ売れるんだけど、有線イヤホンだから数は出てないんだよ。両方足しても両方足して10人買ったかな、買わないかなぐらいなんだよ。だから数は本当出ないんだけど、だそれぐらいやっぱりみんなね有線イヤホンに飢えているだって有線イヤホンっていつも安くてこれ音いいねって言うと、だって100個ぐらいは売れるじゃん、ダーッと売れるじゃん。有線イヤホンってここまで頑張ってやってるけど、なかなかね少ないんだよ。マニアな方しかね有線で聞かないからね、ほんと。まあでも初めて有線で買ったよって方もねいらっしゃるだろうしね、ほんとぜひ楽しんでいただきたいと思います。ほんと音入れ虫だから、もう究極なものを求めるしかないんだよ。車欲しいな、こっちの車の方がもっと走るよ、本当じゃあこっちがもっと走るよ、もっといいのって、だからフェラーリ買わなきゃなんなくなっちゃうからね。それをこういう音の世界も一緒なんだからね、どこで留めておくかっていうね、そこなんです。これはもうコスパがいいから、もう2000円かもしくは4000円で済むっていうのがね、ここのリケーブルで持ってればまあいろんなもの負けないと思うよ、本当ね。であとね、おじいが思ったのに、これねどっちを買ってもこれ、この今回のリケーブル、これね、これおすすめです。でどっちもリケーブルした状態で、あとはイコライザー調整とか気にならない部分があったら、そこで調整すればいい。大体もうすごい
高音出しぎるぐらい出るし、ね、低音も出るし、逆にあの押さえて押さえてっていうぐらいになるかもしれない。でリケーブルするとスムがあの落ち着くんで、あの整えてくれるんで、ね、リケーブルしていない方はあの馴染んできたらエイジングでちょっとさせたら、あとはもう端末側の方で調整すれば OK だと思う、ね、こんな感じでね、いやびっくりするよ。今まであのこもってる音を聞いてるのとデシギぐらいの音を聞いてるの、どっちが心地がいいかっていうと、やっぱデシギぐらいの方を聞いてる方が心地がいいよ。おじいはこもってる音聞いてるのがもうほんと気持ち悪いんだよ。だからねカレー味の音痴と音痴味のカレーとどっち食べるっていうね、選択があるけど、それに匹敵するよ本当。音が出しぎるイヤホンとこもってるイヤホンどっちがいいって言って、おじいはもう食堂で出しぎる方を選びます。おじいはね、はい、そんなわけで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。お腹すいちゃった。